水蜜糖の味がするんじゃないかしら。え？あ、どうでしょうか。それくらいにしておけ、契約の悪魔たちよ。その悪ふざけも今宵限りで見納めとはな。寂しいものだ。見納めとは？僕たちの依代のブローチはもう壊されてしまったからね。つまりこれでもお役御免というわけ。はあ、今まで本当に楽しかったわ、ベアトリーチェ。でも契約時の取り決めでね、最後の別れにもう一度だけ力を貸さねばならないと決まっていたのさ。だからこれが正真正銘最後の奇跡。愛の奇跡は一度で十分だって。永久の愛に二度目は不要なのだから。そういうわけ。愛し合う男女たちよ、ここに集いしは奇跡なくして恋を成就できぬ呪われし者たち。その奇跡を与える黄金蝶のブローチの力は、泣こうがわめこうが今宵限り最後のチャンス。それは一組のつがいにしか与えられぬ。僕は負けないよ。うん、お互い頑張ろうね。よくわからねえけどよ、おかしな悪魔の力なんて世話になる気はねえぜ。はっきり言わせてもらうが、余計なお世話だぜ。私とカノン君の仲は私とカノン君でどうにかする。怪しげな悪魔の世話になんかなる義理はさらさらねえぜ。お嬢様、聞いてください。この試練を乗り越えなければ僕たちは結ばれないのです。ジェシカ、受け入れよ。それが家具の身で人間と結ばれようと願う身の程知らずに課せられる唯一の試練なのである。家具とか人間とか勝手に言ってなってんだ。私たちには何の関係もねえぜ。お嬢様にはまだ話していないの？どう説明すればいいかわからなくて。カノン君もシャノンもジョージ兄さんもどうしてこんなうさんくさい話に耳を貸してんだ。人の恋路を邪魔するやつは馬に蹴られて死ねって決まってんだぜ。なんで悪魔たちに認められなきゃならねえんだよ。余計なお世話だぜ。さては困ったわからず屋がいたものよ。このままゲームを始めてもよいが、それではフェアとは言えぬな。説明してあげてもいいのではないでしょうか。私にもよくわかりません。ジェシカさんとカノンさんの恋に何か問題でもあるというのですか？やれやれ、どうやら君も君たちも何もわかっていないようだね。私たちに祝福されれば二人の恋をゆっくり育むことができるの。うさんくさい悪魔も何にも関係ないわ。でももし僕らに祝福されなければ君たちの恋路は消えてなくなり、枯れてしおれて消えてしまう。なんでそんなことが言えるんだよ。運命だから認めないのも自由、抗わないことだって自由。抗わないとどうなるんですか？恋路が終わると抽象的な言い方では納得すまい。はて、どう説明すればそなたの運命の袋小路を説明できるのか。後ろ宮ジェシカ、君が信じているよりはるかに君たちの未来は善と多難。魔法の奇跡が得られなかったなら必ずや二人に災いが訪れるの。そしてそれがかぶれただれ二人を破綻させる。わらわもその過程を詳細に語るほど無粋ではない。しかしジェシカが信じぬというなら、
破綻の最後だけ語ろう。カノンは使用人を辞め、この島を去る。永遠にな。君は島を出て思い人を探す旅に出るだろうね。しかしそれは決して報われない。はあ、そうしてあなたは嘆いて恨むの。誰を？あなたを。僕をかい？いいえ、今のあなたを。思い人を失ったあなたはその時気づくわ。思いを遂げる試練を逃げた。あの時の自分が憎いって。そうさ、僕たちは未来の君からのメッセンジャー。どうか今のこの瞬間を君の恋に真剣になって戦いに臨んでほしい。もしあなたが未来の自分のメッセージに耳を貸さないならば、王を飲み込む愚かな蛇はそのままどんどん飲み込み続け。永遠の苦悩の輪廻は自らを飲み込み消えるのみよ。わけがわからない。そなたが魔法の奇跡をシャノンとジョージに譲るなら、二人は結ばれ島を出る。そしてカノンもまた島を出る。それは避けぬ運命なのだ。では魔法の奇跡を得られたなら。無論カノンは島にとどまり、いつまでもジェシカのそばにいる。ジェシカが望んだ音楽活動とやらも一緒に始められるだろう。それ以上の関係にどう進むかは愛し合う二人の問題だ。ジェシカが望むように二人だけでゆっくりと関係を育めばよい。ただその場合は私とジョージさんもまた結ばれません。僕たちは自らの幸せと未来をかけて戦わねばならぬ運命なんです。ふざけるなよ。なんだよそれ。つまり自分たちが結ばれれば必ず相手は破綻するのか。そんな悪魔のゲーム冗談じゃねえぜ。間違えるな。そなたらが奪い合うゲームではない。黄金蝶のブローチの力がなければ、そもそもどちらの恋も実らぬ運命なのだ。誰がそんな運命を決めたんだよ。恋を許されぬ家具に恋した、そなたらの罪ゆえにだ。カノンはそなたにはっきりと、家具は恋をする資格がないと拒んだはず。そなたはそれを承知でカノンを恋の相手に選んだのだ。知らぬとは言わせぬ。ジェシカちゃん、こう考えないかい？考えるって、何よ。僕はね、シャノンを愛している。どんな試練も障害も全て乗り越えて結ばれようという覚悟を持っている。君はどうだい？そりゃ私だって多少のことでへこたれるほど嫌わなつもりはねえぜ。うん、ならそういうことだよ。僕たちは今試されているのさ。僕たちがどれだけ気持ちの強さを示せるかということをね。ジョージ兄さんはこのわけのわからない話で納得してるっていうのかよ。納得なんか必要ないよ。僕はシャノンと結ばれるために全ての試練と障害と戦うことを婚約指輪にかけて誓った。どんな理不尽な到底理解できない試練であっても、僕に
退くという選択肢はないね。僕にとって君がこの試練を辞退してくれるなら、これほど嬉しいことはないんだ。君と戦わなくて済むからね。そして君のカノン君への思いはその程度のものだったんだねと蔑むことになるんだ。僕たちはたった一つの奇跡をめぐって正々堂々と戦わなくちゃならない。その結果、仮に僕が敗れたとしても、互いがベストを尽くして戦った上での結果なら諦めがつく。そしてだからこそ心の底から相手を祝福できるんだ。ジョージの覚悟、なかなかのものよ。そこまで言われて君は逃げ出すのかい？シャノンは？お許しください、お嬢様。私はジョージさんと結ばれるために一歩たりとも引かない覚悟です。たとえ私の思いを貫くことがお嬢様の恋路を閉ざすことを知っていようとも。カノン君、僕はお嬢様と新しい人生を歩みたいです。その歩みが姉さんの幸せを踏み越えていくことを意味しようとも、僕は引きたくない。ジェシカさん。そしてその魔法の奇跡はそなたであっても享受できるものであるぞ。私にも？それはどういう。黄金蝶のブローチの奇跡はそなたの願い、バトラへの好意を認められたいという願いさえも叶えることはたやすい。そしてその奇跡なくして結ばれることもまたない。君も蚊帳の外じゃないということさ。愛の沼を渡りきりたい、あなたの望みのはず。
僕たちは君の願いだって決してないがしろにしたりはしない。そなたとバトラの関係とてやがてはただれ腐り落ちる。いくら楽観的なそなたであっても何かの奇跡がない限りやがてはそのような運命を迎えることをすでに理解しているはずだ。それは…そこまでわかっているなら、奇跡に託すのも、また一興というものよ。川の宝くじに当たりなしとも言うでな。ゼパル、フルフル、このわらわの妹も加えよ。ああ、もちろん。よろしく。もう一人のベアトリーチェ、私たちは、初めからあなたも加えるつもりでいましたわ。なぜなら僕らは、ゼパルとフルフル、愛を司る悪魔だから。私も参加してもよろしいのでしょうか。君が望むならいいんじゃないかい。誰であっても僕は拒まないよ。全ての障害に勝利し全員に僕たちを祝福させる。もちろん逆でもさ、全力の僕たちを退けて成し得た恋ならば僕もシャノンも心の底から勝利した二人を祝福することを約束するよね、シャノン。私たちは負けません。そして負けても心の底から祝福します。僕も同じです。僕は負けません。引けねえ喧嘩だってんなら買おうじゃねえかよ。私もカノン君も不先輩ってのだけはごめんだぜ。それはそなたもだな。あ、はい、お父様に。あ、いえ、バトラさんに私を認めてもらえる可能性がわずかでもいただけるなら、私もそれに自らをかけたいと思います。よくぞ言った。それでこそ我が妹。ゼパル、フルフル、役者は揃ったぞ。それでは始めようか、フルフル。ええ、始めましょう、ゼパル。たった一つの魔法の奇跡をめぐっての愛し合う者たちの試練を。